どこに行くんだい？よし、行くぞ。みんな来たな、ライザー。見て、あそこ。大きいな。船着き場に突っ込んでくる気か。いや、浅瀬の方に向かってる。上陸しやすい場所を探してるのかも。追いかけよう。リラさん、こっちに魔物が向かってきてるよ。だろうな。あいつは間もなくここに上がってくる。そこの守り手、私と逃げ遅れた村人の有無を確認するぞ。それは確かに重要だが、ライザたちに魔物を押し付けるのか。押し付けるのではない。任せるんだ。やれるな、お前たち。ああ、竜退治だってできたんだ。今度もやってやる。なんとなく分かってたのに、なんでここまで流されちゃうかな。それってきっと仲間を見捨てておけないからだよ。ここで勝てばダメなこと全部ひっくり返せるはず。かっこよくは言えないけど、みんな力を貸して。分かった。一気にやっちゃおう。もう大丈夫。いった。行くよ。それ任せとけ。ライザー、一緒に行きます。今こそ。ライザ、頼んだ。おりゃ、それおりゃ、そこ。クラディア、やるぜ。行きます。せい、行きます。自分でなんとか。クラディア、やるぜ。援護するよ。ほらよ。
よし、行くぞ。必ず勝とうね。それ。せい。それ。そうそう。レント、せい。合わせるね。行きます。レント。もらうぜ。行くよ。クラウディア、お願い。援護するよ。やっ。ライザ、一緒に。自分でなんとか。行きます。クラディア、お願い。それ痛い。行くよ。援護するよ。レント、レント、一緒に。この道具で。レント君、合わせるね。クラウディア、やるぜ。それ。せい。行きます。おや。行きます。クラウディア、やるぜ。行きます。行きます。行きます。せい。せい。援護するよ。クラウディア、やるぜ。もう大丈夫。せい。こいつも暗いな。せい。せい。もう大丈夫。せい。援護するよ。一気に行くぜ。行くよ。そう。どこに行くの？よし、行くぞ。行くんだい。よし、行くぞ。一気にやっちゃおう。行きます。痛い。この道具で。レント、行くよ。使ってくれ。クラウディア、やるぜ。せい。それ。せい。それ。レント君、合わせるね。
おう、どこに行く？よし、行くぞ。どこに行こうかな。よし、行くぞ。どこに行こうかな。よし、行くぞ。必ず勝とうね。行きます。おりゃ。行くよ、行きます。頼んだ。それ今こそ。レント、マクシャ君、合わせるね。クラウディア、やるぜ。まだまだ。せい。行くんだい。よし、行くぞ。これねえ、どこに行くんだい。よし。一気にやっちゃおう。おりゃ。この道具で。行くよ。使ってくれ。クラウディア、やるぜ。せい。もう大丈夫。行くよ。レント君、合わせるね。ライザ、頼んだ。行きます。今こそ。行きます。クラウディア、お願い。クラウディア、やるぜ。もう大丈夫。レント、レント君、任せ、合わせるね。それ、おりゃ。今こそ。行きます、クラウディア、お願い。クラウディア、やるぜ。それ、せい。おりゃ。それ、おりゃ。やめて。クラウディア、やるぜ。おりゃ。せい。行くよ。せい。クラウディア、お願い。痛い。それ。ライザ。頼んだ。今こそ。行きます。レント任せた。なんとかしねえとな。痛い。レント君、行くよ。援護するよ。クラウディア、お願い。おりゃ。行くよ、行くよ。力強く一気に。ライザ頼んだ。おりゃ。おりゃ。せい。行くよ、ライザ一緒に。
どこに行くの？よし、行くぞ！おう、どこに行く？よし。さあ、行くぜ。行くよ。痛い。行くよ。援護するよ。クラウディア、お願い。行きます。こいつだ。クラウディア、やるぜ。この道具でクラウディア、お願い。行くよ。行きます。行きます。行くよ。クラウディア、お願い。援護するよ。クラウディア、やるぜ。オラオラオラ。そこそこ楽しめたぜ。どうだ、今度も倒せたぞ。なかなかのもんじゃないか俺たち。やっぱり信じられないけど。うん、勝ったね。見事だったぞお前たち。村人も早めに避難させておいたから怪我人はいない。早めに。海海の魔物が本当に湖に入り込んでたこと、かなり乱暴な手段だけど証明できたかな。俺たちが一人前以上になったことも多分。錬金術で倒したってこともアピールできれば損壊で有利になるんじゃないかな。損壊、うん、倒せた後だから言うけど、いいタイミングで襲ってきてくれたわね。ああ、いざおびき出したら予想より大きくてどうなることかと気をもんだが、取り越し苦労だったな。あ、おびき出す？以前お前に作らせた保険だが、あれは海辺の地域で使われる魔物寄せの香料だ。いいタイミングにするためのな。なんだそりゃ。だからアンペルさんは損壊に呼び出された時も余裕だったんですね。僕らは最初からアンペルさんとリラさんの手のひらの上で踊ってたってこと？どの道魔物は退治する必要があったし、守り手も引き離したからお前たちだけの手柄になった。
避けぬ事態を効率的に利用したということだ。結果、我々の立場は強化され、今後も動きやすくなる。大人って本当にずるい。ライザ、その大人からの助言だが、仕上げはまだだ。アンペルト、お前自身の名誉を救ってこい。はい。どこに行くの？よし。ライザ・リンシュタウト、ただいま戻りました。おお、それで魔物は？見事に彼ら4人で打ち果たしました。はい、錬金術を使ってです。おお、なんと見事じゃ、錬金術師。さっきはわしも少し言い過ぎたかもしれん。私たちの言ってたこと分かってもらえましたか？外界の魔物はいたんです。錬金術で毒を作ったわけでもないし、竜にも細工なんかしてません。どうして私たちを貶める噂が突然広まったのか、そっちの方が村にとっての問題じゃないですか。何？どういうことじゃ？すでに私が調べています。ゴースがランバーを使って彼らのよからぬ噂を流していたのです。モリッツ、ボース、それは本当か？なぜそのような嘘をついてまで損壊を開いた？ボース、答えて。なんでこんな損壊まで開いて私たちを。こんなことしなくても私たちに直接。それともやっぱり借り物の力がなきゃ何もできないの？違う。俺は。やっぱり逃げてんじゃない！ボスのバカ！ライザ。損壊はこれにて閉会とする。めでたしめでたしとはいかなかったか。おう、どこに行く？どこに行くの？よし。ふう、損壊で何かあったのか？全ての面で我々の有利になるよう動いたはずだが。損壊自体は上々の結果だったさ。だが私に力がないのがいけないのかな。もっと錬金術師として周りに頼られる立場だったら、ボスも上から押さえつけようなんて思わなかったかも。うん、ならそうなれるよう努力することだな。これをやろう。前に渡したものよりさらに難しい調合が記されている。
そこに載っている調合を実践できるようになれ。そうすりゃ文句を言う奴の正面に立てる程度には評判も信頼も得られるだろうよ。アンペルさん、ありがとう。頑張るよ。これ売って小遣いにしようぜ。でも買ってくれる人がいねえか。せーの、どうする。せい、おりゃ、いくよ。それ、いきます。いくよ。せえな。いきます。おりゃ、行くよ。ライザー、一緒に。ライザー、行くよ。行きます。おりゃ、せい、行きます。行くよ。それ、行きます。一気に行くぜ。敵を貫け。二人は打ち遅れて。肩ならしにもならねえな。おりゃ、行くよ。行きます。行くよ。行くよ。おりゃ、せい、それ、行きます。ライザ、頼んだ。ライザ、一緒に。せーの、力強く一気に。当たると痛いよ。これなら余裕だね。おりゃ、せい、いくよ。それ、それ、いくよ。おりゃ、せい、それ、いくよ。ライザ、頼んだ。ライザ、一緒に。おりゃ、いくよ。いきます。おりゃ、いきます。連射。ほらよ。力強く一気に。せやな。それそれ、この調子で頑張ろう。
麗だね。よいしょ。調合材料にするの気が引けるけど、これも錬金術のため。ほらっしょ。液体って重たいんだよな。よーし。さあ行くぜ。せい。せい。行きます。行きます。行くよ。おや。おや。行きます。行くよ。それ。ライザ、頼んだ。ライザ、一緒に。ほらほらほら。道あふれて。そうそう。当たると痛いよ。それ。それ。光よ、道あふれて。連射。一気に行くぜ。もう終わりかよ。キラキラしていて綺麗ね。宝石が嫌いな女の子なんていないと思う。重い。どれだけ必要だ。まだ持てるぜ。重い。よいしょ。宝石っていろいろあるな。見た目も似てるし、少しずつ覚えていかなきゃ。どうする？せい！おりゃ！それ！いきます！いくよ！おりゃ！おりゃ！それ！あんた！いきます！あんた！ライザ！頼んだ！ライザ！一緒に！絶対！追いついて！あんた！それそれ！もう終わりかよ。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。いけた。さあ、とれ。どうする。それならどう？それ。あんた、ライザ、一緒に行きます。せい。あんた、行くよ。ライザ、行きます。頼んだ。あんた、行きます。あんた、行くよ。エンゴくん、合わせるね。援護するよ。クラウディア。ライザ、一緒に。せい。行きます。おや。行きます。頼んだ。凍りついて。一気に行くぜ。当たると痛いよ。光よ、道あふれて。切り裂く。行くよ。さあ、どんどん進もう。演奏も上手くなってるかな。
よし、あった。よいしょ。よし。ねえライザー、それ昔の金貨じゃない？そうなの？綺麗な金貨だなとは思ってたけど。クラウディア、この金貨のこと知ってるんだ。昔あちこちで使われてた結構高い硬貨だったかな。お父さんが趣味で集めてるから教えてもらったの。ルベルトさんが？そう、いろんなものと交換してまで集めてるんだよ。ライザも詳しく聞いてみたらどうかな。おお、それはゴールドコインじゃないか。ああ、確かに集めているとも。各地を商売で巡っていると目にする機会も多くてね、この独特の美しさに惹かれ集めるようになったのだ。よければ譲ってもらえないだろうか。もちろんタダとは言わない。相応の品と交換させてもらう。いいですよ、どうぞどうぞ。何と交換しよう。取引成立だ。また。よし、行く。よし、冒険だ。新しい何かを目指して。それ。どこに行くの？よし。行くんだい。よし、行く。剣の腕を磨くいい機会だ。よいしょ。せーの。せーの。はい、これ。僕、薬草の知識なら少しはあるんだよ。知ってるよね。よし、あった。せーの。なんだか独特の匂いがするね。
よし、あった。宝石のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。なんて僕たちくらいじゃないかな。結構すごいことやってるよね。やあ、よいしょ。そういや、島にはあまり鉱石ってないよね。全くないわけじゃないけどさ。よいしょ、よいしょ、よし。肩ならしにもならねえな。おりゃ、せい、いくよ。それ、いきます。いくよ。おりゃ、せい、いきます。いきます。いくよ。頼んだ。レイザー一緒に。おりゃ、せい、いくよ。いきます。行きます。おりゃ、それ、行きます。一気に行くぜ。ユーゴに行くよ。連射。ドリア、道あふれて。たくさん降ってきて。レイザー一緒に。さあどんどん進もう。よいしょ。ちょっと怖い。はい、あげる。じゃあ、剣があればいいけど。や、アバク、おう、どこに行く？よし。ねえアンペルさん、今更なんだけど、古式ヒグってどういうものなの？ん？そうだな、一度おさらいしておくか。古式ヒグってのは、遥か昔に作られた凄まじい力を秘めた道具のことだ。流星の古城で見つけた動力炉とか、あと最初にアンペルさんからもらった道具もそうだよね。ああ、古式ヒグはその原理から調合の方法に至るまで遥か昔に失われてしまっている。高度な古式ヒグは遺跡探索に一生を捧げても一つ発見できるかどうかってほど稀な代物だ。僕らって運がいい方なのかな。アンペルさん、古式ヒグって錬金術で生み出されたものではあるんでしょ？ってことは、頑張って調合を続けてたら、そのうち私も作れちゃったりするのかな。今の時代に作ったら古式じゃないだろう。
そっか。じゃあ新式皮具？簡単に言い換えるな、超がつく高度な技術で作られた器物だぞ。私もお前もその域には未だ遠く及ばん。そっか、ちょっと残念。残念？なんだ、もう諦めたのか？え？でも今アンペルさんが。遠く及ばんとは言ったが、不可能とは言っていない。私は目指し続けるつもりだが。ライザ、お前は？もちろん、私だって目指し続けるよ。どこに行こうかな。おう、どこに行く？よし、行くぞ。何が起こるか楽しみだな。おう、どこに行く？よし、行くぞ。ちょっと怖いけど、楽しいことあるといいね。虫が何の役に立つかはわからないけど、とりあえず集めよう。必ず勝とうね。おりゃおりゃ、行くよ。行きます。ライザ、頼んだ。行くよ、ライザ、一緒に行きます。おりゃ、せい、たくさん降ってきて。ほらよ、凍りついて一気に行くぜ。そうそう、敵を貫け。満ち溢れて。でやな。行くよ。行くよ。行きます。それそれ。ほらほらほら。もう終わりかよ。
ライザが先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついていくから。どこに行くの？よし、行くぞ！そのままで使っても薬になりそうだけど、ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。さあ、とりゃ！さあ、よく驚かれるんだけど、私、虫は平気なのよね。ごめんなさい、ちょっと触るの苦手かも。薬になる材料っていろいろあるんだね。知らなかった。これが薬の材料ってわけか。俺もこの辺は詳しくなっておいた方が良さそうだな。木材で何作ろうかな。いろんなの作れそうだよね。せーの。溢れて一気に行くぜ。
行きます、行きます、行きます。それそれ、切り裂く、力強く一気に。もう終わりかよ。近づかないでよ。虫が嫌いなの知ってるだろう。どこに行くの？よし、行くぞ！綺麗だ。ねえ、どこに行くんだい？これなら余裕だね。おりゃおりゃ、それそれ、行くよ、あんだ、それ、あんだ、行くよ、行きます。ライザ、頼んだ。ライザ、一緒に、それ、行くよ、あんだ、行きます、行きます。たくさん降ってきて、満ち溢れて。もう終わりかよ。